90式戦車回収車は陸上自衛隊の装備の一つで90式戦車の車体を流用した戦車回収車である。略称は 90TKR、後方向け愛称はリカバリー。90式戦車の導入に伴って開発された車両で第二次世界大戦後の国産戦車回収車としては78式戦車回収車に次いで3車種目に当たる。 技術研究本部による開発であり、製造は三菱重工が行っている。78式同様90式戦車の車体を流用して、ブームクレーンや各種の回収、整備機材を搭載したもので、1990年に正式採用された。これまでに約30両が生産されている。平成22年度における調達数は1両。 90式戦車を装備する、戦車部隊のある師団、旅団の後方支援部隊整備隊の戦車、直接支援隊のほかに、気候共同連隊、武器学校などに配備されている。90式戦車のパワーパックをブームクレーンで吊り上げる90式戦車回収車、車体全部右側にブームクレーン、車体前面にはウインチを装備し、車体全部左側に戦闘室を持ち、 車体全面下部には主に中式として用いられるストレートドーザーを装備する78式戦車回収車と同様の車体構成となっている。戦闘室天面には自衛用の 12.7mm 重機関銃 M21 丁を搭載し、車体前面には発煙弾発射器を装備する点でも78式と共通している。ただし、九十式では発煙弾発射器は戦闘室の 前面に発揮を一列に装備している。また、原型の90式戦車では、車体後面左右にある排気口は、回収機材などとの干渉を避けるために、車体後部側面に移されている。クレーンは25トン、ウインチは50トンの吊り上げ、牽引能力を持つ。90式戦車の重量に対応し、78式よりも吊り上げ能力が強化されている。 車体後部上面のエンジンデッキ上には、予備もしくは故障、損傷車両から取り外したエンジンなどを仮装して運搬することが可能である。エンジンデッキ上に設置されている課題には、パワーアップパック用の他に、方針用の課題も存在し、90式戦車の装備する 120mm 格好法の予備方針を仮装し、方針交換作業を行うことも任務としている。 78式と同じように、原型の90式戦車と同様の油気圧式喧嘩装置を備えており、作業の際には車高を下げることによって、重心位置を下げ、安定した作業を行うことができる。なお、90式戦車とは異なり、全天輪が油気圧式であり、各天輪は等間隔に並んでいる。変速装置もフルオートマチックとなっている。ありがとうございます。